どうもセリカです。今日から新コラボと新シーズン来るので早速ログインをしていきます。すごいね、スキンがこの5体なのかな。ちょっと楽しみ。わー、背景がすごいかわいい。待っている、ちょっと私がね狙ってたスキンがいる。はい、ということで今回は青鬼オンラインと怪異と乙女と神隠しがコラボということで、コラボキャラクター 1,2,3,4,5 6体でいいのかな。今回の青銭ガチャは第1弾がアダシのレン、第2弾がアダシの音が登場。ガチャ期間が5月24日から6月7、多分コラボ期間と一緒だと思いますが、すごメダルかな、メダルイベントっぽいですね。コラボの塔もありそう。やっぱりイベント中はコラボの塔が開催、限定スキン、雫をゲット。これスキンチェンジで、これ。やばいね、今回。めちゃくちゃすごいじゃん。各イベントで限定スキンをゲット。ランキング報酬戻ってきてるね。うわ、頑張んないと的なやつですね。コラボマップにて特別な鬼が登場。これね、多分、うわ、顔がこれ標識っていうのがね、多分アニメに出てくるんですよ。で、ふわっていが怖いんだけど、なんだっけこれ。ちょっとね、キャラクターぐらいしかチェックできてなくて、うわやばそう。限定マップも100サバと青逃げ5出てきてるっていうことだそうです。今日どこまで動画できるかな。ガチャは引きたいのとコラボマップはやりたい感じかな。あ、来ました。あ、メダルか。そっか、怪異メダルを開催小川すみれ子がメダルガチャ。すごいね。結構ちょっと再現度高い気がする。作家を目指す本屋さんのお姉さんだったかな。傑作の予感がする。これが3体で、後ろに本を背負った感じ。逆万引きの本っていうのが出てたので、それかな。なんかちっちゃくなるね。髪の色も変わる。ちょっとね、アニメ見れてないんで、様子が変わるのかな。怪奇現象によってっていう感じかな。ちょっとね、ホラー要素強かった気、怖そうなアニメだった気がする。で、あ、こっちだ。ちょっとね、細めの糸目の子が主人公、あだしのれんがスキンチェンジするとすごいね。目がパッチリなってる。今回そうか、新シーズン。グリーン来ましたか。なんかブルーありましたよね。グリーン。今回がオフシーズンかオンシーズンかちょっと後で確認しつつ、緑色牛。ペロペロするよ。なんだそれ。緑色ハムスター。緑色。まあ、青色って確か前あったんで、緑色コウモリ。あくびが可愛い。今回はどっちかな。緑色が来てる。で、お正月2024。お正月これだっけ?が復刻してるっていうことと、だもうね、毎回ブルーオーラ撮りたいと言いつつ、2000位前後なんですよね。エクスカリバー鬼に会いたくて、ちょっと前半バーっとやってたのと、後引きでこんな感じで。いや、もう頑張りたい。魔法剣士、いただきました。あ、火も持ってんだね。火と魔剣を持ってんのかな。はい、これも使いたかった。次の RPG で使いたいです。あ、次の報酬が、あ、緑色ハリネズミ。いや、この子たちどうやって動く。お尻でぴょんぴょん系かな。トゲトゲ注意。いや、緑色もね、集まると可愛いかもしれない。はい、来ました。怪異と乙女と神隠し全モードで機械イベント開催だ。あ、やっぱ6体だね。 1,2,3,4,5,6。 やばい、ちょっとスキンチェンジ前も可愛いし、これはちょっとコンプしたいけどな。コラボの塔はちょっとまた別の動画で頑張りたいと思います。今日はちょっといろいろ探しに行こうかな。うん、メダルガチャとランキング報酬これなんだよね。ヨルムン VTuber 姫魚ヨルムンちゃん。いや、使いたかったな、これ。めちゃくちゃ可愛かった。水しぶきが出てて、雑魚のみな。可愛いな。シーズン中には使えない感じですね。5000位、あ、1万円以内だったら1体、5000円以内だったらスキンチェンジいけそうな感じ。メダルちょっと頑張んなきゃな。で、これか、コラボイベント、チャレンジ、いつも通りかな?いつも通りな感じ。うなめまなみちゃん、いじめはダメ。いじめがね、嫌いな子だった気がします。本当にキャラクターしか見れてないので、ちょっとね、アニメ怖そうなんですよね。シーズン中にちょっと見たいなと思います。コラボの塔のチャレンジも、あ、やっぱそうか。雫スキンでコラボの塔5回を10回ですね。5回層だね。はあ、どうしようか。なんかちょっとさ、ログインボーナス増えてない?最近かな?コラボ中だけ?なんかずっと多い気がする。だからログインするだけで結構青銭がもらえて、進撃でも、あ、え、うわ、たけし表
式持ったたけし。え、これスキンチェンジするのかな。え、やばそう。たけし来た。ログインするだけでね、もらえる美味しいスキンも発見しました。ということは合計7体スキンがもらえる感じかな。じゃあちょっと試練だけ、チェックだけいきます。後でね、やろうと思う。顔がこれってめっちゃ怖くない？前見えんのかな？雫スキンが解放してあげる。ここでゲットっていうことですね。5回か。外れた。5回やばいね。あの変な赤ずきんフワッティがいる。やば。やばいな。いたよ、たけし。あ、でもパーセンテージ上がるんだね。危険、ガタガタ。たけしやばい。はい、その前にちょっと青鬼チェックいきます。さっきの感じだと、さっきのですね、標識青鬼と赤ずきんフワッティみたいな。だから、緑色シーズンは、オフシーズン、ガチャ残るんで、今回、引かずに行こうかな。はい、それではちょっとたけしも使いたかったんですけど、今回もこのガチャ引いて動画に入れちゃおうと思います。で、だらだら引くんじゃなくて、多分ね、何十万枚かかかるので、出たとこだけ、動画になるかなと思います。最初の1体出るまでは、引こうかな。なんとね、青銭が909万ほど、溜まりました。初めて900万。超えました。何してたかっていうと、全然プレイができてなかったので、青鬼進撃のログインで毎日何千枚かもらい、ログインボーナスと、あとは試練をちょこちょこやって、試練の報酬、スキップのとクリアできるところをやって、何千枚かもらうのと、ぐらいかな。あとは、青ジェムをちょっとか、それは前か。なんかやってきました。で、今回はガチャが別々なんで、前半後半。期間がね、確かちょっとホームページで出てたので、公式さんの載せれたら載せときますが、前半後半で多分何十万枚ずつ使うので、少なくても80万枚ぐらい使うんですよ。多分この3体かけ、次回の私の音ちゃんでも3体で、6体出そうと思うと、80から90万枚ぐらい用意しといた方がいいよ。あ、いた！今、飛ばしちゃった。いたね、今。1体目いたんじゃない？出たー。2体目かかったなー。やばいな。23万枚ぐらいかかって、やっと2体目です。1体目がね、ちょっと早かったんで、2体目出るのにめっちゃかかった気がする。いるいるいる。見逃すって、一瞬だけなんかパッてスキンチェンジっぽいのが出たので、チェックしてたら出ました。3体目。なんとですね、33万枚かかりましたね。909から始まって876なんで、いい方かな。1体あたり11万。11万でもちょっとコラボガチャでは、私の中ではいい方な気がするというか、まあ、平均ぐらいかな。平均ぐらいな気がします。じゃあちょっとたけしごめんね。こっちで、こっちにする。俺に任せろ。違った。僕に任せろ。いいワード。言われたい。はい。じゃあこれで乗り込んでいきたいと思います。あ、ね、もうこれはさ、限定コラボマップ、確定な気がする。この感染鬼がいるってことは。よし、ちょっと撮影をしていきます。何回かやったんですけど、通常マップ持ってかれたんで、行きましょう、これ。絶対そうだ。で、3体目か2体目に、さっきのふわって、赤ずきんと青オーラの名前なんだろうな。本当にアニメ見てないんで、ちゃんと見ます。わかりたい。来ました、これ。コラボマップ、やっぱり。で、この色さ、もう標識なんじゃないかという、フラグを立てておこう。あ、ありがとうございます。違う？あ、風太郎じゃないんだけどな。風太郎じゃないんだけど、ミクちゃん可愛いよね。たまに使います。そのスキン。え？やばい、横顔普通か。え、見え？これさ、標識はさ、アニメだと多分普通の標識なんですよ。この化け物に標識がついたような描写は多分なかったので、ただ青鬼が標識になっちゃったのかな。なんか怪奇現象が起こる。この、私のレン君と音ちゃんしかこう、なんか、見えないというか発見できない、この怪奇に導く標識だったかな。ちょっとにわかなんで、ちょっと適当なこと言ってたら、ごめんなさい。ただ本屋さん、古本屋、なんていうの、書店で働いてて、で、さっきの、小川すみれ子さんが、確か28歳ぐらいの、お姉さんで、薄い情報、本屋さんで働いてて、逆万引きの本っていうのが、万引きの逆だから、増えるんですよ。多分本屋さんに。あれ何この本っていう、のが起こるのかな会計。アニメ見ときます。やっとね、ウィンドブレイカーのアニメがね、なんかやってて、チラッと見たらやってて、
見てたっていう感じで、ちょっとワンコラボシーズン遅れちゃってるんですけど、これも見たいんですけど、ちょっと怖そうで、さっきから言ってるようにちょっとホラー要素というかえぐみ強そうなあれ、これ裏さ、レン君の裏なんかドーナツ型になってるね、目みたいに、台風の目みたいな。よし、3体目来ますよ。2体目なんだったかな、喋ってて分かんなかった。来る？レア鬼来たら、あのクモ鬼かフワティだと思います。これ本物か完成鬼だ。あ、やばいやばいやばい。あ、でもちょっとマップも引きで見たいので、いい感じのとこでお亡くなりになろうかなとは思います。が、ちょっと3体目確認したい、目視して。いたぞ。動きはやっぱり、そらそうか、フワッティの動きっていう。やばい、もういいよ、ガスマスクなんていいよ、もうちょっとフワッティ会いに行こう。なんだろうね、なんかサイズ的にはフワッティサイズ、なんかちっちゃく見えて、危ない、びっくりした。これ青のモワモワ、何これ。たまに見そう、青にもモワモワついてるよね、コラボ青に特有のさ、モワモワついてる。やばいやばい、前見えて絶対前見えてない、びっくりマークスカスカなってんのかな。はい、ちょっと引きで見たいと思います。標識にちょっとベットしてますけど、標識だねびっくりマークちょっと小さめだけど標識かな、絶対そうだよ。うわーうわー、やばい、これなんかなんかの化身だったかな、そこまでまだチェックできてない。青い青いちょっと気持ち悪いな、ちょっとホラー感ありますね、怖ー。はい、では図鑑埋まりましたので、お名前チェック行って終わりにしたいと思います。この絵面すごくない、なんか強烈じゃない。ウィンドブレイカーコラボ、つい最近やったばっかりな気がして、もう新コラボ、はい、行きます。あ、やっぱそうですね、標識鬼、怖っ頭が後ろから出てんの、顔がべちゃん潰れてんのかな、やばいね。なんかさ、後ろに繋ぐ紐とかもなかったんで、お面状ではなく貼り付いてるパターンだと思いますが、前が見えてんのかな、ちょっと気になります。で、こっちなんだろうな、フォンイッティ、フォンイッティ、これなんて読むんだ、ベニベニイオニ、フォンイッティでいいのかな、こういうのが出てくるんだ、アニメわかんないけど、めちゃくちゃ気持ち悪いな。足足、フワッティってこんな足だっけ、いつも、あれどうだっけ、ちょっと足長に見えるな、こんなんだっけ、ちょっとかぶってますね、フォンイをかぶってますね、赤い衣で。気持ち悪かった、この青いウニャウニャがちょっとね、ホラーを増してますねということで、青逃げ5のマップもまたいつかチャレンジしていきたい。ちょっと今日時間切れなので、この辺で終わりにしまして、別動画でコラボの塔は初見でやっていきたいなと思います。ということで、今回は嵐のレン君のガチャ引きましたのと、コラボマップと限定フォンイッティに会えたという動画になります。ちょっとね、メダルね、ちょっと頑張らなきゃ、ちょっと今シーズンは頑張ります、頑張りますということで、もし会いましたら仲良くしてもらえたら嬉しいなと思います。それでは、この動画なんか良かったねと思ってくださった方、高評価のグッドボタンやチャンネル登録ぜひぜひお待ちしております。コメントも読んでますので待ってます、返します頑張りますということで、また見に来てください。それではまた、バイバーイ。